皆さんこんにちは。今回はインテル第二世代のパソコンに Linux をインストールする方法を解説します。準備するものは 8GB 以上の USB メモリだけです。ただ機種によっては Wi-Fi や Bluetooth が自動で認識しない場合がありますので、その場合は LAN ケーブルや有線キーボード、マウスが必要です。ではインストールの解説に入ります。ホームページから Ubuntu デスクトップ LTS 版をダウンロードします。ダウンロードしたファイルは ISO 形式ですが、そのまま USB メモリに入れても使えません。専用の起動ディスク作成ソフトが必要です。今回はルーファスを使います。まず USB メモリをパソコンにセットしてください。ルーファスのホームページから EXE ファイルをダウンロードします。起動し、許可を求められる画面になりますので、はいを選択。デバイスの項目で USB メモリが表示されていることを確認し、選択の項目で Ubuntu のイメージファイルを選択します。パーティション構成は MBR、ターゲットシステムは BIOS または UEFI、 ファイルシステムは FAT32 で OK です。スタートを押すと開始です。コピーは15分程度かかります。準備完了と表示されたら終了ですので閉じてください。 Ubuntu の起動メディアが完成しました。 PC を再起動して BIOS を起動させます。 BIOS 画面に入るには再起動後に特定のキーを連打し続けてください。 BIOS の呼び出しキーはメーカーやモデルによって異なりますので、製品マニュアルで確認してください。起動デバイス選択の項目から USB メモリを選択して起動します。 Ubuntu のブートローダー Grub が起動します。一番上のトライ or インストール Ubuntu をキーボードで選択し、 Enter キーを押します。画面に従って入力していってください。この時点で無線を掴んでいます。 Wi-Fi アダプタは TP-Link のアーチャー TX50E 使用で Linux 非対応となっていたのですが、認識してくれました。この Wi-Fi チップ Intel AX200 は大丈夫なようです。インストール選択は通常のインストール、ここにチェックを入れると安心です。デュアルブートの場合は Windows のブートマネージャーとは別にインストールを選択してください。 Windows と Ubuntu を両方使えるようになります。クリーンインストールの場合はディスクを削除して Ubuntu をインストールを選んでください。ここで困った事態が発生しました。インストールするドライブの選択項目で原因は不明ですが、システムドライブの SSD ではなく倉庫用のハードディスクが選択されてしまい、変更できない状態です。こういう時はハードディスクを物理的に外せば OK です。パーティションサイズを決めます。左が Windows、 順がインストールされているパーティションです。中央をつかむとサイズ変更できるので適当なサイズを選んでください。残りは画面の指示に従って実行していけば完成です。インストール作業は以上です。ご視聴ありがとうございました。